ではよろしくお願いいたします。昨日県内において3名の新型コロナウイルス感染者の発生が確認されました。公衆衛生上の観点から感染された方がお住まいの市町村名の状況を公表いたします。徳島市3名となります。また主な感染経路につきましては濃厚接触者が1名、県外が1名となります。なお最軽となりますが家庭内感染は1家族2名となります。そして帰省関連、飲食店関連および小学生、中学生、高校生の感染者はおられません。その他感染者の年代や主な行動歴、症状の程度等の詳細につきましては記者の皆様のお手元に配布の資料をご参照ください。これを受けまして徳島アラートにかかる指標はこの次の通りとなります。直近1週間の新規報告者数は6名うち60歳以上は0人となります。感染経路不明割合は 16.7%、 6分の1となります。確保病床の使用率は7.7%、 234分の18、こちらは6月5日から7日連続で 10% を割っております。また6月9日から3日連続で20人の大台を下回っております。続いて入院率ですが 100%、 また重症者ですが6月5日から7日連続で0人となっております。療養者数ですが18人、 PCR 陽性率は 0.5%、 1153分の6となっております。先ほど申し上げた通り昨日確認された新規感染者数は3名となっております。新規感染者が確認されたのは6月4日以来6日ぶりのことであり、ここから感染が再拡大する恐れもあります。県民の皆様、そして事業者の皆様におかれましては6月20日までを感染拡大抑止集中取り組み期間としてより一層の感染防止対策の徹底をお願いしているところであります。これ以上の感染拡大を防ぐためにもぜひご協力をよろしくお願いいたします。一方、全国に目を向けますと、昨日は政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、群馬県、石川県、熊本県の3県に適用されているまん延防止等重点措置について、重点措置を終了しても感染が県全体に拡大する恐れがなくなったとの判断のもと、6月13日をもって解除することが決定されました。このように感染状況が一定程度完全されている地域もございますが、昨日の東京都のモニタリング会議では都内の新規感染者数は十分に下がりきっておらず、緊急事態宣言の3年延長後人流の増加も顕著であり、感染の再拡大の危険性も高いとの指摘を受けるなど、依然厳しい状況が続いている地域もあります。本県においても引き続き気を緩めず強い危機感を持って対策を推進してまいります。県民の皆様、事業者の皆様におかれましては繰り返しとなりますが、次の点についてご協力をお願いいたします。まず事業者の皆様におかれましては、カラオケ設備を有する飲食店におかれては引き続き設備の利用を控えていただくこと、従業員の方々の体調管理を徹底いただき、有症状の方がいる場合は休暇取得の上検査を受けていただくよう配慮していただくこと、テレワークに一層取り組んでいただき出勤を必要最低限とするとともに県外の出張についても可能な限り控えていただくこと、
以上の3点をご協力をお願いいたします。そして県民の皆様におかれては、県をまたぐ移動についてはより一層慎重に ご判断いただき、特に緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象区域への不要不急の移動は控えていただくこと、感染力が強く、しかも重症化しやすい変異株の特性をぜひご理解いただき、3密はもとより2密、1密についても回避し、マスク着用、咳エチケット、手洗い、手指消毒、うがい等の基本的な感染防止対策を徹底いただくこと、以上の2点についてご協力をお願いいたします。最後に1点、ワクチン接種の推進について申し上げます。県内の市町村においては、関係機関のご協力のもと、ワクチン接種を鋭意進めております。市町村によっては、予約枠にまだ余裕があるところもあると伺っております。まだ接種を受けられておられない高齢者の皆様におかれましては、ぜひワクチン接種をご検討いただければと思います。さらに、アスティ徳島では大規模集団接種を実施しております。まずは県内で65歳以上高齢者人口の一番多い徳島市の高齢者を対象に接種を開始し、本日までに6220名の方が接種を受けられております。アスティ徳島会場の予約は6月15日、6月16日分はすでに枠が埋まっていると聞いておりますが、それ以外の日では余裕があると聞いておりますので、予約をまだされていない方はぜひご検討ください。そして阿南市、小松島市の高齢者の皆様方を対象に、それぞれの市でアスティ徳島会場の予約受付を行っております。こちらは阿南市が6月22日と23日、小松島市が6月24日を接種日に設定しております。また無料のシャトルバスも接種を実施する日には毎日徳島駅アスティ徳島間、阿南市市民会館とアスティ徳島間、小松島市保健センターとアスティ徳島間で運行しております。会場にお越しの際はぜひご利用ください。報告は以上でございます。では下原さんが各種あ市の上でお願いします。すみません、ここの通りです、はい。1638で、あ、これこそ聞いていいと。はい。1638例目の方、県外っていうのは、これ、県外の方と接触があった、それとも県外に行かれてっていうことですか。感染可能期間外に、県外に行かれたと。いうふうなお話を聞いております。これは仕事上の、プライベートなご用事だったというふうに聞いております。で中国地方に行かれたと、はい。でその方の、1637例目というのは、妻になる方、そうですね、同居のご家族でご夫婦だというふうに聞いております。それは濃厚接触者でと、はい。でこの中学校の教職員ということなんですけども、この中学校は特に何か今日対、まあ、休校とかそういう対応というのは、この1637例目の方はたまたまですが、感染可能期間である6月の6日から4日以降学校に行かれていないというふうに聞いておりますので、特段その休校等の措置はされていないというふうに聞いております。学校たまたま休まれてたという表現ですかね、はい、いたので学校には影響はないと。はい、はい、分かりました、はい。あります。
しょうか。新しい徳島でのワクチン接種の話は、京都に新しい情報が加わったというものではないんですか、ね、こちらは。そうですね、はい。もうすでに予約はされているというふうには伺っております。ちょっと予約状況とかについては、それぞれの市の方で管轄されているのは、私の手元に合間のところ、すみません、確認はできておりませんけれども、はい。ただまだ予約はできる状況だというふうに聞いております。よろしいですか、はい。ワクチンの接種がですね、かなり、早く進み出したと思うんですけども、その中で、私ども周りでワクチン接種した方で、例えば腕が痛かったとか、ちょっと熱が出たとかっていう方は割と見受けるんですけども、特に県内でワクチンの接種で、その副反応に関して、重篤な副反応があったとか、非常に危険なことがあったというような報告っていうのはあったでしょうか。そうですね、我々そのワクチン接種された方が何か重篤な反応が出て、それがワクチンに関係しているかどうかについて厚生労働省の方で評価されているというふうに聞いておりますけれども、そちらから関連付けられたそういった重篤な事例があったという報告はないので、今のところ我々のところでは把握できておりません。厚生労働省の方からは連絡はないと。ないという。ないから、今のところは、ないだろうということです。県内ではそういう副反応に関して重篤な、そうですね。熱が出るところあるでしょうけども、いわゆるちょっと危険な状態のようなものはないというふうに、県では思っていると。結局、医師の方が厚生労働省さんの方に報告をされて、でその結果、それが重篤な例えば状況であったというのが、ワクチンによるものなのかどうかについて評価されて、その情報が公表されるということを聞いております。でその過程で一定の報告何があると聞いておりますけれども、我々のところにすみません、未だそういう報告があったということがありませんので、もし何かあると県の方にも一応報告あるだろうとは思いますけれども、我々のところでそういった事例がないので、なるほど。あとその県が主導でやっている大規模接種会場とか、自治体がやっている集団接種会場で、重篤なそういう副反応があったっていうような報告を。そうですね。市町村の会場については我々の情報が直接は来ないので、すべてを管轄しているわけではありませんから、そういった事例が我々は聞いていませんけれども、少なくとも我々が管轄しているとか運営しております大規模接種会場においては、副反応の事例は確かに数例あるとは聞いております。ただ、数十分とか休まれて、そのまま皆さん帰られたりしている例が多いというふうに聞いておりまして、その、いわゆる重篤な状態になったという事例は、私の手元には来ておりませんので、昨日も接種された時点ではそういった話はなかったというふうに聞いております。整理しますと、重篤な事例はその県のアスティとかでやっているその県の管轄のところではなくて、その数例あるっていうのは、そうです。例えば、その気分が悪くなられた、おそらくそれはあれだけの大きな会場ですので、それで気分が悪くなられる方もいるようです、緊張とか、でそれについてはそういうものがあればちゃんと報告は厚生労働省の方にしていますけれども、今のように紹介できるものとしてはそういうものぐらいしか多少その気分が悪くなったという方はいらっしゃったけども、そうです、救護室を使われた事例ということであればそういった事例があったけども、重篤な事例というのは今のところはないと。はい、わかりました。に質問はございませんでしょうか。なければじゃあ、どうもありがとうございました。